我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。現れよナンバー39、希望をホープ。どうも皆さんこんにちは、つくもりゅうまです。さあ本日なんですが、ですね、あの希望をホープで勝っていきたいと私思っておりまして、本日はホープってレベル4モンスターかける2なんで、まあ、どんな方法でも正直出せるんですよ。どんなモンスターからでも正直出せるんですけど、ホープって出し方、由緒正しき出し方がありましてね、あの原作通りにやると、やっぱりガガガマジシャンとガガガガール、この2体を使ってホープを出すっていうのはやっぱかっこいいんですよね。今日はね、強引にこのガールとマジシャンでホープを出すっていうギミックにしてきました。で、ホープの効果今回一切使えませんので、今回のデッキ、もう無視してください。これはもう2500のバニラだと思っていただければいいです。で、ガールとマジシャンの説明するんですが、ガールはマジシャンがいるとレベルがマジシャンと同じにできるよっていう。だからこいつ1から8にできるんで、レベルが。だから8、ランク8も出せるし、ランク7も出せるし、もちろんランク4も出せるみたいな、そういうギミックになるんですね。ただし、この2体って特殊召喚方法が自身、含めて持ち合わせてないんですよ。だから召喚権2回普通だと使っちゃうんで、特殊召喚方法を用意してあげないといけないということで、特殊召喚方法として用意したのがこのガガガ学園の緊急連絡網。これが、サイドラ条件、サイバードラゴン条件で、デッキからガガガを持ってこれるんで、ガガガールか、マジシャンのどっちか足りない方を出して、で、手札にある方を通常召喚していくっていう、そういうゲームになってます。で、昨日のガガガワンキル、昨日かな、ちょっといつ出してるか分かんないんだけども、この後に出すかもしれないけども、ガガガ、ワンキルデッキっていうのもあって、そのワンキルデッキのギミックも一応入れておいて、まあ、最悪その、まあ、この緊急連絡網がなかった時に、おのおと変化で、シスターからの、このキットツバ番長ザムライワンキルとかもできるようには一応していますと。で、バックは、局所的ハリケーン、挨拶ね。ナイトショットでぶち壊していくのと、あと、この、シスターで、ガガガウィンドを持ってきて手札からガガガ出すっていうことも一応できるんで、これも1枚入れてみますと。まあ別にこれなくてもいいですけどね。はい。これなんか、かわいそうだったから。誰も使ってなくてかわいそうだったから入れました。で、ギミック的には、以上なんですけど、まあ今日のキーカードはこのダブルアップチャンスでございまして、原作好きな方だったら、そのホープの攻撃が無効になると、っていうだから速攻魔法がっていう、デブラアップチャンスっていう特攻魔法が発動されて、ホープの打点が2倍になって、もう一回攻撃できるっていう効果のある速攻魔法があるんですけど、あれが、やっぱホープの切り札って分かってるんですよ。リンクスにダブルアップチャンスなんでか知んないけど、ないんですよ。ないんですよ。これバグですよね。どう考えても。なんかホープだけよこして、ダブルアップチャンスよこさないって、本当に。なんだろうな、どうやって説明したらいいかな。なんかブラックマジックとか、まあ、ナビゲートとか、陣がないブラックマジシャンみたいな感じですね。まあ、だから初期環境なんで仕方ないんですけど、それめんどくさいから、今回はこの一気火星を発動することをダブルアップチャンスと呼びます。一気火星を2枚発動することをダブルアップチャンスと呼ぶんで、皆さんその辺をね、ちょっと注目して、第一戦目特に見ていただければいいかなと思っております。早速ですね、ダブルアップチャンスからのホープ剣スラッシュをね、お見舞いしていきましょう。私は希望をホープを救いたい。デュエル、スタンバイ。カットピンクだ！俺はやることがない。ターンを終了するぜ。最近さ、先行ターンエンドするデッキ作りすぎじゃない？俺。先行ターンエンドデッキ製造マシーンとも言われる感じ？これ。サイキックリフレクター、あ、オッケー。サイキックリフレクターは多分さすがにワンキルはないと思う。バスタービースオッケー。いや、このね、このデッキ基本的に高校デッキなんで、でこの手札めっちゃ強いんですけど、ちなみに手札鬼ほど強いんですけど、ちょっとワンキルされるデッキだとこれほんと無に帰すんでね。で根性とか使えないしみたいな感じなんで、ちょっとそれは難しいところですね。カイトロイドとかがレベル4とかだったら言えるんですけど、レベル1とかは全然いらないんですよね。さあ行くぜ、アストラル。この場面どうしたらいい？とりあえず挨拶したらいいよな。挨拶して連絡も電話かけてガガガマジシャン連れてきて、ちょっと一回セリフオンにするから、ちょっと待って。これね、多分ワンキルないから、これワンキルないで音声上げて、これ多分オッケーオッケー。あ、こんぐらいじゃない？これでみんなにもセリフ多分聞こえると思うんだよね。俺今からこれがユーマだっていうデュエルするから、
カットビングだ俺。まずはアスナル挨拶だ。魔法カード発動。おはようございまーす。魔法カード発動。ガガガ学園の緊急連絡網。緊急連絡網の効果によってデッキからガガガモンスターを1体特殊召喚できる。ガガガガール特殊召喚。これが由緒正しきホープの出し方よ。そしてガガガマジシャンも特殊召喚、あ、こう通常召喚。そしてガガガガールの効果発動。ガガガールのモンスター効果発動。このカードはフィールド上のガガガマジシャンと同じレベルになる。そしてフィールドにはレベル4が2体来るぞユーマ。俺はガガガマジシャンとガガガガールでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。光の使者現れよ。ナンバーズ39希望ホープ。そしてガガガガールのモンスター効果。エクシーズ召喚されたモンスターは特殊召喚された相手モンスター1体の攻撃力をゼロにできる。ゼロゼロコール。そして相手モンスターの攻撃力をゼロにして俺はセーフであり。魔法カード一気化成を2回発動。2回つまりダブルアップチャンス。これが実質ダブルアップチャンス。いけホープの攻撃だ。心配するなって。バトルいけユーマ。当たり前だ。希望をホープの攻撃。ホープ剣スラッシュ。よーし、これがユーマですよ皆さん。これが由緒正しき希望王ホープの出し方。そして一気化成を2回発動することをこれからダブルアップチャンスと呼ぶことにします。これが絆の力だ。めっちゃ喋んなこいつ、めっちゃ喋るやん。今俺のターンやろ。さあお相手の方、カジキリョータ選手よろしくお願いします。デュエル3倍先行やること欲しいな、このデッキ。実質先行やることなさすぎて、なんかそのワンキルデッキって言いながらワンキルめっちゃされてるんですよね、さっきから。もうちょっとやることを増やした方がいいとは思います。先行でね、何すればいいかちょっとよくわかりませんが、ただかといってガガガデッキって別になんかゴゴゴゴーレム守備表示で置いとく、その原作のユーマバリになんかゴゴゴゴーレムをなんか守備表示で置いとくっていうのが一番ありですね。一応ねやることそんぐらいしかないんじゃね。でクリストロン OK、 サルファフナ OK、 めちゃくちゃどうでもいい話していいですか。僕アマゾンでアストラルフォース、あの王の鍵買ったんですよ。で首から下げるなんかアクセサリーみたいなやつで、なんかそのアクセサリーの後ろのところがなんかその鎖みたいになってるんですよね、その鉄っぽい、うん。で俺鉄アレルギーなんですよ。俺鉄アレルギーなんですよ。俺今ね首の後ろめちゃくちゃブツブツできてるんですよね。わかります。なんかそのアクセサリーってつけるところなんかさ、その鉄っぽかったりするじゃん。なんかその鉄っぽいところがめちゃくちゃにブツブツなってまして、すげえかゆいっていう、めちゃくちゃどうでもいい話していく。ガガガシスター召喚は確定だ。シスター召喚確定で、ガガガボルトを手札に加える。で1枚はシーステスアタックだね。これもさ、ボルトめっちゃ打てばいいんじゃないの。これボルトめっちゃ打ったらワンキルできそうじゃない。これ2回3枚あるんでしょ。1回目無効にされる、2回目3回目。いやこれ処理手段効果外めっちゃあるぞ。そう1ターン1だから、1ターン1だから、まず1回ちょっとガガガボルト打って、ガガガボルト打って城塞クジラ対象に取る。で対象に取られたことによってそれを無効にするっていう効果と、シーステルアタックが発動されて海破壊される。はい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 。で海破壊される、あ海破壊じゃない、ガガを破壊される。でボルト発動する。で城塞クジラ破壊する、逃げる逃げる逃げる。でガガガボルトもう一枚発動する。ちょっとどんだけ雷警報、危険雷警報。
で、スキル発動してオノマト変化していきましょう。これでオノマト変化によってガガガモンスターを2体デッキに戻すことによって好きなガガガモンスターを手札に加えることができるぞ。スイでからの2体目、これでよくて、でガガガキットを特殊召喚、そしてズババ番長ももちろん特殊召喚、そしてガガガシスターのモンスター効果を発動。フィールドのガガガモンスターのレベルを自身と合計したレベルに2体をするという効果。そしてレベル4が3体来るとユーマレベル4のガガガシスターとガガキットでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。現れよナンバーズ39、光の使者、希望、ホープ。そして盤面打点は4300。いくぞ。セリフをもちろんオンにしていけ、バトルだ。これ攻撃名ないんだ。いくぞ、希望、ホープの攻撃、言ってくれユーマ、ユーマ。言ってくんないんかい、ホープ剣スラッシュ言ってくんないんかーい。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。バランスか、まあ多分おそらくですけれども、ブラックマジシャンかトラミッド、局所引けるかどうかみたいなとこあるな。局所引けるかみたいなとこある。正直ですね、特殊召喚したモンスター攻撃表示でいれば一応ワンキルはできるんですよ。なんであ、ウヌ、なるほど、ウヌクか、はい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 、ウヌク、テラナイトだとちょっとあれか、アマかけるテラナイト来た。さあ、アマかけ来たぞ。デッキからテラナイトを特殊召喚して戻していく。さあ、アルタイル効果によって墓地のテラナイトを蘇生していく。デレムの効果で、テラナイトをサーチ。さあ、この辺の効果はちょっと相手のデッキちょっと少し説明しながらいきましょうかね。新しいね、デッキなんでね。さあ、肉性強いな、肉性強い。あー、ちょっとあの神聖あるとかなりきついですね。神聖あるとかなり、うわ、何にも反応ないんで、これ相当神聖っぽい。モンスター効果使っちゃいけないとか言われるとマジきついんだよな。でも行くしかないか。ガガガマジシャン持ってきて、特殊召喚してるんでアルタイルが、まあモンスター通ればワンチャン勝てるんですけど、まあ次の展開考えてシスター持ってきて、でまあここどうすか、これどうすか。あれ通るじゃん、あ通るんだけど神聖ないぞ。なんだこれ、そこらしか何にもない、何にもないわ。いけるじゃんこれ。さあガガガマジシャンを召喚、そこであるの、わからん、なんだわからん、なんだあのカード。でガガガマジシャンのレベルとガガガガールのレベルを同じにするぜ。やばい、やばいこと来た。やばい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 、それはやばいよ、それはやばいって。もしかして俺これパクられたやつでエクシーされんの、これパクられたこのモンスターたちでエクシーされんの俺、もしかして。そんなことある、いやこんなことある、こんなこと許されていいの。人のガールとマジシャンでさエクシーズ、それ犯罪だろ、それは犯罪だよ、それは犯罪。